皆さんこんにちは、私の YouTube チャンネルへようこそ、お元気でいらっしゃることを願っています。BTS の V が最近のインスタグラムストーリーでファンの注目を集めました。投稿されたのは猫のイラストと、考えすぎだよ、すべてうまくいく、というメッセージに、V 自身が、わかりました、猫先生。諦めないようにしますと返信を添えたもので、 多くの人々が彼の精神的な強さを象徴するものと受け取りました。これは、元アドアの CEO であるミニジンとの論争に対する V の姿勢を示すものと見られています。この論争は、ミニジンが V から早朝5時にメッセージを受け取ったと主張したことから始まりました。これに対し、V が軍服務中であることから、軍の優遇措置を受けたのではないかと疑われました。しかし、 韓国軍は調査を行い、V が規則に従って許可された時間に携帯を使用していたと発表しました。これによりファンは安堵し、ネット上では V を支持する声が多く見られました。一方で、BTS のジョングクは2024ママアワーズで、ベスト男性アーティストとベストダンスパフォーマンス、男性ソロの2つの賞を受賞しました。特に、 Standing Next to You のパフォーマンスが評価されました。この曲は2023年11月にリリースされ、振り付けと音楽が高く評価されています。さらにジャスティン・ティンバーレイクやアッシャーとのコラボレーションも話題を呼びました。ジョングクの受賞は彼のソロアーティストとしての地位を確固たるものにするものであり、ファンからも大きな祝福を受けました。昨年も同じ部門で、セブン、 が受賞しており、継続的な成功を収めています。これにより、ジョングクが単なるアイドルではなく、多ジャンルで活躍できるアーティストであることが証明されました。V は、様々な論争に巻き込まれながらも、冷静で前向きな姿勢を持っています。彼のインスタグラム投稿は、ファンへの励ましと自身の決意を示すもので、多くの人々に感動を与えました。業界関係者の間では、 V の沈黙が成熟した対応として評価されており、彼の精神的な強さが称賛されています。BTS メンバーの V とジョングクが見せた対照的な状況は、グループの多様性を示すものです。一方が困難に立ち向かい、もう一方が成功を収めることで彼らは常にファンに感動を与えています。個々のメンバーがソロ活動で成果を上げながらも、 グループとしての絆を保ち続ける姿は多くの人々にとってインスピレーションとなっています。皆さん、今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。感想はコメント欄に書いてください。次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。